ビシェグラード中継ステーションとの通信が途絶えた。昨夜26時以降更新できない。調査のためファイアチームを送り込んだが彼らは行方不明だ。それで我々を？海軍情報局は貴重なスパルタン部隊を送り込むほどの事態ではないと考えているようだが、私は違う。リーダー、新しいシックスか。キャット、こいつのファイルは？塗りつぶされてたところ以外は読んだわ。何者の仕業です？ ONI は現地の反乱軍と見ている。5ヶ月前にもハーモニーで似たような事件があった。中継ステーションが襲われ、ドライドックから輸送機2機が奪われた。そのようなことはこの惑星リーチでは決して許さん。何としてもステーションを回復させろ、ノーブルワン。はい、了解しました。それではまた連絡する。以上だ。よく来た。着任しました。俺はカーター、ノーブルチームのリーダーだ。メンバーのキャット、エミール、ジョージだ。俺と同乗しろ、シックス。呼ばれた事情は分かってるな。単なる数合わせなら補充など必要ないとあいつらは思ってる。だがメンバーが揃ってこそ真のチームだ。お前のファイルは読ませてもらった。 ONI が隠したがってる部分も含めてだ。優秀な兵士だな。だが言っておく、勝手な判断は許さんぞ。ミラン、わかりました。リーチへようこそ。みんなよく聞いてくれ。ビシェグラードから50キロの中継ステーションへ向かう。通信が断たれた原因を突き止め、キャットが復旧に当たる。急いだ方が良さそうね。反乱軍の狙いはリーチの孤立化か。奴らに直接聞いてくれ、ジョージ。ホームとの通信が途絶えたわ。予備チャンネルは？試してるけどダメです。原因が分かりません。聞こえたな、デッドゾーンだ。司令部との交信なしで進めるぞ。心細いね。距離を保て、撃墜されないようにな。了解。集中しろ、油断するな。中継ステーションだな。救難信号です。行方不明のファイアーチームかもしれん。あの崖に降ろせ。上空から見張ってくれ。行くぞ、シックス。よし、ノーブルチーム、散開しろ。警戒を怠るな。ポイント3ホーム、ここからよく見えます。救難信号はこの南からです。リーダー、近いはずよ。了解、警戒しろ。ビーゴンだ。どこの所属だ？不明です。でも軍のものだ。ファイアチームはどこだ？何？爆発の形跡がないわね。スリー、この辺りで爆発物を使用した形跡は？いえ、ないです。
まさかこのリーチでか。地面に大量の血がある。よし、ここには何もなさそうだ。行くぞ。隣の建物から煙が。西から回り込んで確認を。光線は許可するが、できる限り避けろ。敵に存在を知られたくない。Take nap adia, as some said dot Asia Chaladiat. She called us as Navichi, here at Utah. You say, he may follow me to go to the field. You know the way he and that. Carrillo Muscoa Nanikani, Corosaletato. Leader, Sotia no Himesu Ichni at Tatamoni, Netsin Okanismisa, over. Neokaida, Carrillo Nakairo. As Bolton Behuri, Derink.2名の死亡を確認した。尋問されたようだな。ひどい。モーショントラッカーに注意しろ。なんだ今のは。ジュン、何か見えるか。いえ、熱反応はありません。リーダー、建物の外に何かいます。ノブル2、西へ向かえ。
くい。撃ち方やめ。敵を制圧した。敵だって？コブラントどもだろう。気に入らないのか？これから地上は大変なことになるんだぜ。キャット、ボランド大佐に報告が必要だ。中継ステーションへ急げ。リーダー、東の方にまだいます。了解、そちらに向かう。シックス、先頭だ。一緒に行け。シックスと俺は地上から中継ステーションで合流だ。ノーブル3、空輸要請、オーバー。ノーブルチーム、行くぞ。一緒に行奴らがリーチに襲来した。繰り返す、コブラントだ。アイアチームか。
くぞ、シックス。信号の発信源を見つける。俺たちには任務が、道草を送ってる場合じゃないんじゃないですか。置き去りにはできない。部隊を見つけたら知らせてくれ。リーダー、友軍が攻撃されています。そこから南の地点です。オーバー。敵の攻撃だ。繰り返す。メーデー、メーデー、スリーチャーリーシックス、コブランドの攻撃を受けている。負傷した。これ以上は持たない。急いで部隊を見つけるぞ。着陸ゾーンは確保した。来てくれ。了解。すぐ向かいます。みんな急いで乗り込め。もっと接近してくれ。敵機に気をつけろ。シックス、ジュン、行くぞ。ファルコンに乗れ。シックス、急げ。
狙われている。通信中継ステーションです。しかし下には敵が。まだドア半分を焼き切ったところです。敵だ。注意して。ノーブル6、死体を調べて。他の隊員たちはバラバラになり、無線の様子ではもうダメかと。分かった、じっとしていろ。すぐに軍医を呼ぶ。プラズマにやられてます。何かあります？見せて。6、専門外でしょ。こっちに生存者がいる。ほら、出てきて。メニアニーヌ、ハジョベッケ。大丈夫、キャレニー。反応はしない。よい、ジョージ、大丈夫だ。落ち着いて、何もしない。メグ、イッバネク。状況はどうです？交戦中だ。まだ来るぞ。敵に突破されました。追跡の許可を。ダメだ、4、入り口にいろ。2、彼女を頼む。5、6、敵を一掃しろ。
まだいる。いぶり出すぞ、援護する。ステーションの通信回復に要する期間は2週間最短でね。プラズマダメージで主な送信回路がやられてる。2分でも長すぎる。大佐への直通回線を確保できるよう地上ケーブルに接続してみます。ちょっと手元が暗いんだけど。情報を聞き出せ。うん、名前は？家は近くか？アンネ・バン・ジョージ。サラ。サラ、セップ・ホトラ・ゾット・ネブ。そのアクセントはもしかして、ショプロンか？トゥンガリ。知り合いか？父よ。シャイ・ノルム、気の毒に。どうして？ここは戦場だって忘れてねえか。父親を亡くしたんだぞ。精神的なケアが必要だ。その子だけじゃない。やめろ二人とも。彼女を立たせろ。死体はそのままだ。ありがとう。シグナル弱いけど繋がります。俺が出る。下手に触って壊さないでよ。心状態が良くないが状況を報告してくれ。大佐、こちらノーブルワン。反乱軍ではなくコブナントの仕業でした。聞こえましたか？ノーブルワン、今コブナントと言ったのか？そうです。ウィンター非常事態です。なんてことだ。